悪玉ドライブ2020年7月放送開始。皆さんこんにちは。3月13日に公開したばかりの PV 第1弾からスタートしましたが、ここからのお時間はテレビアニメ悪玉ドライブ特別生番組のお時間となります。まずは自己紹介させていただきます。一般人役の黒沢智代です。よろしくお願いいたします。そして、はい、運び屋役の梅原裕一郎です。よろしくお願いします。そして殺人鬼役の桜井孝之です。よろしくお願いします。はい、さらに本日この方々にもお越しいただいております。ストーリー原案の小高和孝さん、監督の田口智久さん、プロデューサースタジオピエロの飛永義弘さんです。はい、というわけでオープニングで見ていただきました PV 第1弾などですね、3月13日に公式サイトなどにて、いろいろなことが公開されましたがねえ。面白そうですね。めちゃくちゃ絵が綺麗ですね。ありがとうございます。監督の名前がでかい。一瞬もう認識ができないですよね。四角の塊が田口出ちゃうんで。ついにですね、7月より放送ということも発表になったわけなんですけど、率直に今の感想をお聞きしたいと思います。まずは富永さん。そうですね、結構長い期間やってきてるというか、企画からやってきてるので、うん、やっと形になったかっていう感慨深い思いはあります、うん、頑張ります。わー、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。小高さんはいかがですか。はい、そうですね、売れ線とかあんま関係なく、もう僕らが面白いと思うのも詰め込んだので、多分あんまり売れないと思うんですけど、多分めちゃめちゃ面白いと思います。まだ冒頭ですよ。そんなに売れないと思うんですけど、めちゃめちゃ面白いと思います。売れなくないと思います。売れます、めっちゃ売れます。田口さんはどうですか、どうでしょうか。そうですね、二人の思いをこう受け取りつつ、うん、ちゃんとした映像にできるようにすごくこう頑張って作っておりますので、うん、クオリティともこう高いものをこう作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。アフレコも始まってるんですけど、こうアフレコで使う VTR からもすごいスタッフの皆さんのこう熱意を感じながら、私たちも収録している、こう一瞬たりとも気の抜けない熱いストーリー展開をね、こう作り上がっているような気がしますね。そう、私本当に桜井さんやってください。やれや。はいはいはパスだ。もうちょっとボール持てる。今日はそんな熱い作品悪玉ドライブについて、我々キャスト陣から気になることを、ね、どんどんお伺いしていくお時間にしてみたいと思います。はい、大きく3つのカテゴリーに分けさせていただきます。1つ目はストーリーや企画背景を梅原さんから、はい、2つ目は世界観、そしてその世界観がどのように作品内で描かれているのか、演出面に関してを桜井さんから、はいはい、3つ目は悪玉と言われる謎多き個性が強いキャラクターを私からお伺いしていこうと思います。というわけで梅ちゃん、ストーリーや企画配信終わったみたいな。終わったないよ。よろしくお願いします。はい、まずは僕から、あらすじをご紹介します。遥か昔、関東と関西の間で戦争が起き、世界は分裂した。関西は関東の属国となり、独自の発展を遂げていった。しかし政治と経営殺力は衰退し、犯罪が横行。その犯罪者を悪玉と呼ぶ。本作品の舞台となるのは高度に発達しながらも歪んだ社会。その中で悪玉たちはいかにして自分らしくあろうとするのか、一堂に会した悪玉たちの美学がぶつかり合う。めちゃめちゃいい声だね。ありがとうございます。
お楽しみに。オンエアお楽しみに。はい、ということなんですけど、 PV ご覧になった方はお分かりのようにですね、アウトローが主役の作品って、まあ、なかなかないのかなと思うんですけれども、まあ、こんな独特な作品が生まれたきっかけなどを、お三方にお聞きしたいなと思うんですが。そうですね、だいぶ前なんですけどね、2013年4年ぐらいでしたっけ。そんなに。なんか小高さんね、やってらっしゃったとある長論破っていう、とあるってなんだ言っちゃってんじゃん、言っちゃってる。舞台にちょっと誘っていただいて、久しぶりにお会いして、大学の同級生なんですけど、彼が。そうなんですよ。で、映画学科だったんです、2人。そうなんですよ。あ、そうなんですね。で、やっぱ映画の趣味も結構似てるんで、で、僕らが大学の時ってすごいバイオレンス映画がめちゃめちゃ流行って、で、なんか2人でやろうよってなった時に、そういうバイオレンス映画とか、そういうクライムムービーの話してても、じゃあこういうのやりたいねみたいな。そうなんですよ。どこで盛り上がったっていう、まあ、オリジナルをやろうとは思ってたので、彼とやるんだったら、なんかだったらもう好きなことやった方がなんか面白い作品できるかなみたいなところから、こう自分たちが何が好きだったかなって言って始めたのが、こういうタイトル今あんまないよねみたいな話になったりしたんですか。そうですね、そうです、はいはい、そういう意味では売れないかもしれない。そうです。2回目ですよ、売れないって言ったらダメですよ。いやでも、あのおそ松さんが6人でこれ7人だから増えてるんで、もっと売れると思います。一人増えた、はい、ちょっとあの場が荒れ始めてます。、まあ、お気に入りがそのお二人ということで、監督が加わったのはいつ頃からなんですかね。3年ぐらいですね。17年とか、2017年ぐらいに声かけていただいた。そうですね、だいたい企画はある程度ベースはできてて、で、私結構あの何度か昔からご一緒したことがあって、というか、まあ、画面作りがすごく上手な監督さんで、やっぱこうサイバーパンクみたいなのをやりたかったので、やっぱりこう光と影は大事っていうのもありますし、はい、アニメ業界の人たちから、はい、あの天才天才とこう言われてて。なるほど。隠れた天才みたいな。隠れた天才。隠れてはいなかったんですけど。出てはない。で、光と影の魔術師って言われてるんですよ。光と影の魔術師、天才。かっこいいですね。っていうのを聞いてて、本当好きな言葉。どんな方だろうとお会いしてみたら、もう本当天才でした。あ、本当ですか。いやいやいや、すごい。もう約束された作品じゃないですか、これは。そうですね。ね、売れた。売れましたね。売れちゃいましたね。売れますね、これ。作り込みはすごい頑張ってます。ありがとうございます。監督はお二方のその意見とか同調したんですか。やりたいみたいな。あ、そうですね。同調は もちろんです。いやいやなわけではない。いやではないです。あの、あ、これは面白そうだ。面白そうだなってことで、あの、売れるか売れないかわからないんですけど、これは面白いだろうなと思います。よかったです。ありがとうございました。まあ、それでは世界観のお話が、できましたので、はい、次から桜井さんにバトンタッチして、はいはいはい、わかりました。悪玉ドライブの世界観などのお話をお伺いしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、改めまして、殺人鬼役の桜井隆です。いい声。ぶっ転がすぞ、つってね。いい声。ではまず先ほど話で言いました、あの光と影が分かる美術ボードを見てみましょう。こちらです。はい、すごい。光と影。確かに光と影です、ね、おっしゃる。そうですね、こちらのボード名がですね、南前傾昼というボード名なのですが、はい、確かに、まあ、南っていうことは難波だったり、ね、道頓堀、ね、舞台が関西心斎橋とか、ね、はい、ね、大阪をベースにしたね、そうです、世界観、そうですね、関西ですからね、関西、はあ、やっぱりこの美術ボードってすごい世界観語ってると思うんですけど、これ美術監督の谷岡さんとはどんなお話をされたんですか。そうですね、あの谷岡さんとはあの、まあ、サイバーパンクの世界観を作りたいっていうような話をした時に、はいはい、まあ、結構サイバーパンクってこうブレードランナーという映画から割とその、うんうんうん、今までもこう多く作られてきていて、はいはい、結構ビジュアルがやっぱり似通っちゃうなみたいな話はしていて、でその中であのどうこう差別化していくかみたいな話をしたんですよね。でその時にちょっとその昭和っぽいテイストを入れながら、こうそこをこうサイバーパンク化させればその他の作品ともこう差別化ができるんじゃないかっていうのを話しました。そうですね、ちょっとロケとかされたり。あ、ロケ行きました。行きました、大阪に。大阪に。いいな。あら、粉もん食べて。いいですね。一泊二日で15キロ歩きました。すごい。すげえ歩きました。歩きながら写真撮って。実際に歩いたからこそ、
分かるような、そのなんか、ね、ノリノリっていうんですかね、雰囲気っていうんですかね、関西で。ですね。でも行ってよかったですよね。いや、本当に。本当にこう、ロケはやった方がいいです、ね。北から南へかけて、こう、街の雰囲気が変わっていく感じとかは、よかったな、分かってよかったな。昭和っぽいものを使ったこう裏設定とかいっぱいありましたよね。裏設定とか電話ボックスみたいなのがあって、そこがシャワーになってるみたいなとか、公衆便所の代わりにマンホール、そうですね、トイレがマンホールだみたいな、でその下に行っておしっこして帰ってくるっていう、そういう出てきた、私もなんかどこにあったかなってそういうちょっとレトロなんだけど未来の技術を使ったみたいなところは多分監督すごいこだわって考えてました。もうこの1枚だけでもめっちゃ面白いんですけども、次をお願いいたします。はい、こちらハンコセンター、夜ハンコセンターってね、なんか神保町あたりにありそうですけど、これハンコセンターって何ですか。あ、もうまんまハンコですよね。そうですね、はい、でもこれあの今回の設定でそのハンコが何て言うか身分証明書みたいな感じで使えるみたいな設定を作ったんですけど、でそれをこう製造管理一括でしている場所っていうので、まあ、役所みたいなところではあるんですけど、そこがここにこう関西の人たち の、 あの情報が全部入ってくるみたいな場所としてこう、まあ、サイバーパンクっぽいけどビジュアルは昭和なので、こうやっぱりハンコとかにしようっていうコンセプトがあって、ハンコってすごい日本的ですよね。そうですそうです、そうですそうです、そうなんですよ。なんかそういうこう日本感っていうのも出したくて、結構海外の方たちにも少し見ていただきたいなっていうのを意識してたので、少し日本感っていうのも意識していくと、まあハンコでだけど未来なのでこうピカピカピカってなるみたいな、そういう世界観を作っていこうみたいなのは結構やりも考えてましたね。はい、まだあります。次お願いいたします。はい、こちらこれ北外区夜、まあ、北なんで梅田とかそういう、北新地とかそんな感じなんですかね。そうですね、はい、このネオンの感じがね、いいですね。いい、面白いよね。あ、車飛んでるんだ。そうなのよ、道路も走ってんの。道路も走ってます、てますね。飛んでもいるんですよ。飛んでる設定は今あったかな、監督。いや、もうない。ないんで。ないんで。いろいろちょっと便利になりすぎるなっていう話があって。初期の頃のイメージモードだったんですけど。面白い。まあでも確かにそうですね。なんかこう、我々はもう収録をねしているからこそ中身も分かっていて、その車飛ばさないっていうのもなんかちょっと分かるような設定的に分かるような感じがしますね。確かに。まあ、この作品は田口監督の才能を見る作品なので、ぜひご覧になってほしいなというふうには思ってます。光と影の魔術師です、ね、はい、そう、どんどん行っていきましょう。光と影の魔術師ですからね。本当に素晴らしい世界観が仕上がっているのですが、ここに行き着く工程も見たいなと思いまして、はい、今日はあの事前にお願いしてですね、僕たちも普段なかなか見ることのできない絵コンテを監督に持ってきていただきました。はい、わー、すごい、はい、あちらですね。すごい、はい、すごいですね。あそこに監督の才能が見てるんでしょうね。私は見てます、ね、はい、この場所に一番大事なのはあの絵コンテですからね。こんなに分厚いですか、はい、これ分厚いんですか、このコンテが。分厚いですね。もうその手書き感がなんか熱意感じられるんですけど、ドライブの部ってそうです、ね、フニって言うん、これ何ですか、これ言うんじゃないですか。どういうことだ、それ本当だ。これは監督こだわりですか。そうですね、こだわっているんですかね。どうしました、歯切れ悪くなりました。あれいや、もうこれ天才だな。何言ってるか全然分からないから、こういうところですか。です、ね、そうですね、こだわりですね。こだわってますね、この風に点々は、うん、勘違いしてたわけじゃないですよね、タイトルを。そうですね、やっぱ英語表記の方に近づけた方がいいんじゃないかっていう、下唇噛みたかった。そう、下唇噛んでいたい噛んでいきたいな。一説によるとなんか勘違いしてただけっていう噂があるんですけど、それは違います、監督のこだわりなの、うん、その説っぽい。ちょけてました。つい最近気づいたっていう噂を聞いたんですけど、はい、では気になるところもちょっとね、二人持ってますから、じゃあ梅ちゃんから聞いちゃおうかな。そうですね、やっぱりこのページ見えますかね。ここマスクアップしていただけると、ああ、はいはいはい、はい、まあ、新幹線が出てくるシーンなんですけど、ここ新幹線がこう光り輝いていたりとか、ここで新幹線をこう拝んでる街の人たちっていうのがいるんですけれども、この作品にとってなんか新幹線っていうものはどういうなんか存在なのかというか、
関西は関東の特国なん で、で関西と関東を唯一行き来しているのが新幹線なん で関西の人たちから取ったらもう信仰の対象、あ関東様みたいな感じでこう拝んでしまうという、はあ、面白い。なんかこれね、新幹線って言ってるんですけど、下でいる関西の人たちはその形を知らないんですよね。そのプリズムが行ったり来たりしてることしか見えないので、それで神々しいものが行ったり来たりしてるっていうことだけしか知らないので、いつかしかそういうふうな話になっちゃったみたいな感じなんですね。へ、望みよりも早いんでしょうね。めっちゃ早いです。めっちゃ早いです。黒沢さんは気になるポイントありますか？はい、私はあの1話の収録の時もすごいこだわって何度も何度もこう撮り直したシーンが、たこ焼きのおばちゃんこのおばちゃんがすごくですね、 PV にも出てきててめちゃめちゃ活かしたファンキーなおばあちゃんなんですけど、もうこのおばちゃんがすごい気になってます。どうですか監督のこだわり？あ、これはすごいこだわって、キャラクターデザインを起こす時も、あの随分こだわってあのデザインのシンディさんと一緒に話してこういうおばちゃんにしようか、どういうこだわりなんですか？黒幕なんですか？最重要キャラ、ラスボスですか？そんな違います、違いますよ。あ、それはそれはないなと思うんですけど、はい、あでもそのなんていうかこう生活感というか、この関西 の、 そのしかもそんなにこう環境の良くない場所でずっとこう商売をしているっていう、そのいそうな、その世界にいそうな おばちゃんをこうちゃんと作ってあげたいっていうのでやってましたね。そうなんだ。なんかこう絵コンテを拝見して、これ30分アニメですよね。30分、確かに台本のカット数がすごいですね。そう、これカット数って言ってもいいんですか？1話のカット数が460。あら、すごい。なんでこれができるかっていうと、天才だから。天才美術師がいるから。すごい。もう本当ね、全部紹介したいぐらいすごい絵コンテなのですが、もう時間がね、いくらあっても足りなくなっちゃうんで、3つ目の気になるところ、悪玉と言われる謎置き個性が強いキャラクターの話に移りたいと思います。黒沢さん、お願いします。戻ってきちゃった。どうぞ。ではまずホームページに出ているビジュアルを見てみましょう。ババン、こちらです。かっこいい。全員個性がある悪玉感が非常に出ていますがね、キャラクターたちはどんな感じに生まれてきましたか？どんな感じに、どうですか？まあ、どのようにして。そうですね、まあ、原案っていう意味で、まあ、はい、僕が設定考えて、あと、僕と一緒に組んでくれるあの小松崎っていうキャラデザイナーと2人で、まあ、性格がこうならビジュアルこうだよねって結構二人三脚でやれるんで、なるほど、もう2人でブレストしながらこうバランスを見て、作っていったって形ですね。でこう軸になったのは、はい、そのそれこそ殺し屋とか運び屋とかいう、うん、その役職が先だったのか、はい、男女比が先とか、なんか人数感が先とか。まあ、でも役職ですかね。役職決めながらビジュアルのなんとなくのこうアウトラインを決めてこうバランスを取っていくみたいな。なるほど、はい、そうなんだ。じゃあ役職がキーワードになってきそうですね。そうですね。ではですね、個別に見ていきたいと思います。まず私演じる一般人からですが、これ名前っていう扱いでいいんですかね？名前がない。名前がない、はい、そうなんですね。通称なんていうんですかね、一般人です。通称普通の家に生まれ、普通に就職し、普通に人生を歩んでいたごく普通の女性、まあ、不幸が重なり悪玉の犯罪に巻き込まれてしまう。変に落ち込まず何があっても前向きに突き進む性格なキャラクターなのですが、あのじゃあ悪玉じゃないっていうことで。悪玉ではない、今のところ唯一悪玉ではないっていう感じですね。そうです。どうですか、このキャラクターの魅力とかは何かありますか？いやどうなんですかね、本当に普通です。まあ、名前がね、名前がないんですよ。そこを任されてるからね。そう、パンチ。そうなんですよね。お客さん目線みたいな形でね、そうですよ、ここはまずは作らないとっていうのがあった。周りが個性強すぎるので、はい、
なんかそういう意味だと演じてた体感としては一番こうアトラクションのジェットコースターの先頭に座って見れてる感じがして、あの毎回毎回アフレコの度にお客さん目線で見てる気持ちになるのですごい楽しいですね。名前がないっていうのはこだわりがあるんですか？これなんか最初に、まあ、原案とかで考えてる時に僕は基本的に全部あだ名をつけて書くんですね、キャラクターに。名前覚えられないしと思って、イメージつくまではあだ名で書いてるんですけど、それがどんどんシナリオとか進んでって二人ともなんか変える気がもうなくなってて、まあこれはこれでなんかコードネームでいいんじゃないみたいな。そういうことなんだ。そうです。あとあのクライムアクション映画って、うん、あのさっき言ったね、タランティーノのパルフィクションじゃねえや、レザボアドックスの色でこう、そうですよね。なんかそういうイメージももしかしたらいいかもなと思って、うん、まあ、悪人同士名前出さないだろうっていうのとかも含めて、まあ、そういう感じはいいかなみたいな感じで、あのまさか小高さんが名前つけてくれって思ってると思ってなくて、そういうことにしようこれがいいと思ってるんだろうなと思ってます。ありがとうございます。では続いて梅原さん演じる運び屋の紹介を梅原さんお願いします。はい、天才的なドライビングセンスを持ち、武器でも何でも取り扱う、幼い頃から大人にいろいろなものを運ばされてきた大事ですねこれ。そうですね、自分の仕事に絶対的な自信を持つがややワーカホリック気味、口数が少ないが的確な一言を放つというキャラクターでございます。推定懲役がね書いてあるんですけど、すごいですね、745年。すごいですよね。めちゃくちゃ悪い。償いきれないっていう。なんでこういうなんかこう償いきれない何逆なんでみたいな。まあこれはなんか、まあ、悪玉って言っても実際何どのぐらい悪いのとか分かんないなと思ったんで。確かに。まあスカウター的な感じで。そうですね。出してしまった方が早いだろうっていう。はい、じゃあ指標としてこのぐらい悪いぞっていう。うね、これだんだんインフレして50とか50億とかなってくるっていうね。あ、50億どんどんインフレしてきますから。それすごいですね。懲役50億ね。倒せない。梅ちゃんはどうですか、キャラクター。いやー、このキャラクターは、まあ、口数が本当に少なくて、オーディションの段階からも結構なんか、そうですね。そうなんですよね。その撮りながらも。これで大丈夫なのかなっていうぐらい少なかったんですけど、なんかその演じていくと意外となんて言うんでしょう、まあ、好きな食べ物があったりとか、仕事に対してちゃんと情熱を持っていたりとか、プライドもあったりとか、すごい人間らしいところがだんだん出てくるので、そこは本当に魅力的なんじゃないかなと思います。立ってるだけでなんか強いよね、キャラクター。そうですね、喋ってなくてもなんか存在感があるんですよ。全員強いですけどね。まあまあまあ全員強いですけど、確かに。はい、ということで続きましてですね、喧嘩屋の紹介をしていきます。力こそ全てという脳筋思考を地で行く戦闘バカ、強いものと戦えるならば自分の命すら惜しまない、行動原理は単純だがそれゆえ純粋でまっすぐな性格をしているというキャラクターです。このキャラクターはバックボーンとかはあるんですか？これ何でしたっけ、最初言ったっけ。いやでもこのバックボーンというか、本当に昔にそのなんだなんかガキ大将みたいなやつと喧嘩して、でそこから喧嘩にはまるっていう、なんかそんな単純な単純ですね。まあ脳筋脳筋脳筋ね、楽しいなって思って、まあ、分かりやすく強いやつは欲しいなと思って、こうフィジカルで強いやつは欲しいなっていうのはなんか作ってる最中考えた気がしますね。派手ですよね、確かに彼の喧嘩は。続きまして、ハッカーの紹介をしますね。卓越したハッキング能力を持つサイバーテロリスト、攻略不可能なものであればあるほど燃え上がるタイプ、その一方で興味がないものには無関心を貫くというキャラクターです。このハッカーの左目につけているものは何でしょうか？何ですか？あれは何でしょうね。小高さんの先に老眼鏡まあでもこういろいろ見える、コードが見えるんでしょうね、多分モニター越しにコードが見えるんでしょうね。 あらゆるものがコードが見えるみたいな。確かに、実際モニターにはします。あ、実際モニターにしてます。あ、そうかそうか、そうなんですね。では続いて、あ、そうですね、可愛いんですよ、ドローンが。すごい、それが見どころのキャラですね。はい、ドローン出てきてないは、そうですね、ここにはない。ビジュアルの方に、はい、ビジュアルの方にあるのか、はい、では続いてですね、まあ、ビジュアルという意味ではとても気になる医者の紹介をします。
快楽のために命をもてあそぶマッドサイエンティストです。やべえやつ薬品の取り扱いに長け、白衣の下には注射器や催眠ガスが隠されている。落ち着いた物腰で達観した物言いをするキャラクターです。このなんか制作時の裏話があるって聞いたんですけど、ぜひ教えてくださいあれ裏話、最初はね、あの女性キャラが少ないので、あの峰不二子的な分かりやすいセクシーキャラが欲しいって始めたいんですけど、まあ、皆さんもご覧になってるか分かると思うんですけど、はい、どんどん頭おかしい人になってきてなかなかキレキレです。医者じゃないんですよね、これ今の説明もね、うん、マッドサイエンティストって言って医者じゃねえじゃんっていうね、っていう感じですかね。はい、では続いてチンピラの紹介をします。アコギな犯罪に手を染める金の亡者、自分を大きく見せがちな小心者で長いものに巻かれるタイプ、臆病であるがゆえに仲間を気遣えるところもあるキャラクターになっていますとのことです。ちょっとずいぶん少ないですね、懲役が4年、ね、ね、すごいリアルな、リアルな、リアルな軽犯罪を犯した、ね、煽り運転とかですよね同行法かわいいですけど、まあ、でもタランティーノ映画におけるそうスティーブ・ブシェみたいなね、そうですね、すごいやらしみたいな、弱い弱い悪いやつみたいなのもやっぱ欲しいなと思って置きました。まあ聞いてますよね、彼もやっぱり、確かに確かに、はい、では最後にですね、やってきました桜井さん演じる殺人鬼を紹介します、はい、桜井さんお願いします。はい、耳の穴かっぽじてよく来て、殺人が趣味その状況を逸した残虐性とは裏腹に、普段の振る舞いは子供のように無邪気、ある条件により殺人衝動が抑えられなくなるというキャラクターです、はいはい、もうなんか全身真っ白ですけど、ね、肌もこんなに全身すごい真っ白、そうそうそう、ね、溶け込んでますよね、こだわりがありますか、これは原案の時から、そうですね、原案の時からこの白さっていうのはめちゃめちゃこだわってて、まあ、特に目だけが ああいう赤っていうか、そうですね、際立つっていうのをすごく意識してましたね。服装のこのだるっとした感じも、はい、そう緩めの格好ですよね。そうですね、はい、うん、殺人が趣味なのにこんなに真っ白ってなかなかないですよ、ね、そうですね、はい、あら、なんかそれはでもいいところにいいところに行ってるかもしれないね、もしかしたらね、みたいな。どうですか桜井さんから、そうこのキャラクターは、まあ、やっぱりね、もうネーミングでしょそうですよね、その殺人犯とか殺人者じゃない、殺人鬼なの、あ確かに、そうそう、だからだって推定懲役見て、やばいですよ、もうちょい頑張ればね4桁いきます、じゃあ運び屋の倍ってことですかね、運び屋700、あ、そんなことない、運び屋も結構、運び屋も700か、運んでるもんいろいろ運んでるからね、まあ、でもその今の説明にあったようにやっぱりこの白であるとか、うん、あとなんかこう柔らかい印象の人なんだけど、対比ですよね、やっぱりそういうアンバランスなバランスをなんか保っているようなちょっと不思議な、うん、キャラクターで、皆さんがイメージしているような殺人鬼では多分ないんですよね、そうなんだ、いろいろ濃いキャラクターばかりなんですけど、うん、全体のバランスは難しかったですか、そんなことなく、どうですか、割とあでも正直はそんなこともなくバランスよくキャラクターは配置できてるんじゃないかなとは思いますけど、ね、確かに最初ね、そこだけ、まあ、最初の原案のとこでもう話しながらもうポジションを決めてたんで、うんうん、まあ、最初は違うやつもいたりして、そうなんですか、そうなんですか、でも多分そうだろうなと思いました、なんか、うん、そうですね、並べてね、なんかいっぱいいたんですよ、うん、誰いたっけ、あのね、カルト宗教、カルト宗教とか見て、今日それは使いづらいな、使いづらい、まあ、まあ、そうそうですね、いろんな意味で使いづらいっていうのがあって、手下がいないと結構だ何もできなくないみたいな、こう、そっか、そうそうそう、動かしづらくなって、大勢が必要になってきちゃう、そうですね、はあ、なるほど、というわけでたくさんお話聞いていただきま、聞かせていただきましたが、世界観やキャラクターなどかなりこだわり抜いて作られていますが、悪玉ドライブの見どころっていうとここだぜっていうところをぜひお伺いできたらと思うんですけど、小高さんどうですか。そうですね、もう見どころはもう本当にこれは田口監督の天才性そっちに行くんですか。でやっぱそうですね、もう僕がもう何でしょう、絵コンテ上がってきたりとか、うん、まあ、アフレコ現場でこう繋いだものを見たりとか、うん、そのステップごとにはすげえなと思って思わされてるんで、うん、やっぱこれがやっぱ完成した時に視聴者の人たちにどういう風に見えるのかっていうのが楽しみですよね。なるほど、世界が田口を発見したっていう
僕は思ってます。タッチついつい使ってしまった。つい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 じゃない、世界がタグチをすごい。先生、監督、今日はこういう日です。いや、まあ、まずですね、それがテーマなんです。キャッチフレーズ変えないとき、世界がタグチを。いや、まずいですね。かっこ笑いをつけて。ありがとうございます。じゃあ富永さん、はい、見どころ、まあ、まずは個性的なキャラクターですかね、うん、もうそれはとにかく意識してやったのと、まあ、あとはなんというか弊社でね、あんまりこういう作品ってやらない、うん、というかほぼ初めてチャレンジするようなところがあるので、うん、なんというかとにかくこうなんですかね、限界を決めないでやろうっていう気持ちで監督にももうコンテ、さっきの、ね、460カットもそうなんですけど、監督に聞かれたんですよ、うん、カット数いいっすかって言われた、うん、もう好きなだけ書いてくださいって言って460カットを、すごいぐらい、ちょっとこう違ったピエロの味というか、我々も新しいことにチャレンジして派手なアクション、個性的なキャラクターみたいな、なんていうかそういう意味で魅力的な、我々が今まで作ってきたものとは別の魅力的な作品にはなっていると思うので、うん、まあ、そこがまた一つ魅力かなとは思います。確かにアクションもすごいから、はい、すごいです。なんかたくさんたくさん大きいテレビとかで見てほしい気持ちに、はい、そうですね、はい、アクションの魔術師なんですか。どんどん増えました。何でも使いこなせちゃう。そう、なんかたくさん割とこうアフレコ進んでるんですけど、こう本当に毎話数毎話数すごいカット数が多くて、初回だけ多いとかじゃないっていうのがもう正気かっていう。ちょっと最近反省してます。ちょっとやりすぎたと思って。でもすごいいいですよね。そうですね、スピード感だから台本チェックがすごい大変。ちょっと目を離すとすぐ進んで、次のカット行っちゃったりね。本当に現場の方はね、一生懸命苦しんで書いてください、頑張って書いてくださってるので、すごいです。お二方からもよかったら、こう今まで収録してきた感じや見どころとか。そうですね、まあ、かっこいい世界観とキャラクターたちがこう活躍するお話ではあるんですけど、ところどころにこうちょっとくすりと笑えるようなシーンが、あったりするので、そこも、見どころの一つなんじゃないかなって思います。桜井さん、まあ、でもやっぱり一般人がそのどういうふうに関わっていくかっていうのが悪玉の中に、でその悪玉ばっかりいると、そこはそこでそのなんか人間模様じゃないけど、そういうものが見えてきて、そのやっぱ今梅ちゃんも言ってましたけど、かっこいいとか悪いやつらじゃないんじゃないのかなとかって思っちゃうような、なんかそういう場面があったりとかするので、その辺が深いなと思いました。確かになんかこう一般人目線から見てると、悪玉たちだけでおしゃべりしてるときに、なんか動物園の檻の中を覗いてるようなこう気持ちになって、いい例えかもしれない。なんかこうライオンの群れに投げ込まれた人間がどう人参をなんかなんて肉をうまく使うかみたいなところで、ずっとこうそわ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 してる気持ちでいるんですけど、すごい全員やばい動物だけど意外とこう共存してる感じが、そう面白いですよね。飼育員みたいなね。いや、飼育員ですよね。意外と懐くかもしれない、ね、しましたけど、最後にじゃあ監督からもう見どころ、見どころ、ここを楽しみにしててほしいとかありますか。才能以外で。そんな才能以外で。そんなことはね、そんな才能ないですから。企画をもらった時に、まあ、やっぱり、今のアニメにはあまりないような種類のアニメだなと思ったんで、その今のアニメに対してちょっと逆張りというか、そういう作品にはしたいなとは思ってたんで、今そのアニメを見て面白いなって思ってる人とか、そのアニメあんまり見てないなっていう人とかにもちょっとその見てもらいたい、見てもらえるような作品にできるよう、こう結構間口もこんな、なんかサイバーパンクみたいな世界観なんですけど、結構間口も広く取ってあるつもりなんで、一番見てもらえると結構こう、あ、こんな作品なんだ、面白いんじゃないみたいな感じで見てもらえるんじゃないかなと思います。確かに、なんかこう普段からアニメを見慣れてる方はそういう見方があるかもしれないし、ちょっと昔の海外の映画が好きな方はそれこそとっても好きかもしれないなっていうふうに思いま
ました。あと竹内くんが、喧嘩屋の竹内くんがよく言ってるのが、車バイクがかっこいいと。はい、なので好きな方はちょっと見ていただけたら面白いかなというふうに思います。というわけで名残惜しいですが終わりのお時間となってしまいました。最後に悪玉ドライブの最新情報をご紹介したいと思います。まずは放送情報からです。テレビアニメ悪玉ドライブは2020年7月放送予定です。放送日時などの詳細は随時公式サイトやツイッターにて告知されます。ぜひチェックしてください。また悪玉ドライブ公式ツイッターでは現在フォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。7月放送開始記念のキャンペーンではストーリー原案の小高和孝さん、田口智久監督、キャラクターデザインのシンディ山内さん、運び屋役梅原雄一郎さん、そして一般人役私黒沢智代の直筆サイン入りティザービジュアルポスターをプレゼントいたします。合わせてキャラクター情報&キャストコメント公開記念のキャンペーンではメインキャスト7名それぞれの直筆サイン入りキャラクター色紙をプレゼントいたします。どちらも3月31日火曜日23時59分までに悪玉ドライブ公式ツイッターをフォローして対象のツイートをリツイートすると応募完了です。詳しくは公式サイトのニュースページをご確認ください。はい、終わったよ。まあ最後のねご挨拶を、まあせっかくのまだお時間もちょっとあるので、はい、我々一人ずつお時間いただけるので、はいはい、あ、はい、まだ待ってなかった。私からはい、はい、あの本当にあのなんて言うんでしょうね、派手で、笑えるような作品だと僕は思ってます。すごい楽しみやすい作品だと思ってますし、このヴィランっていう言葉が入ってる今、悪玉っていう言い方が僕はすごいなんかかっこいいなと思って、そこにあのお三方のなんか情熱を感じました。本当皆さん楽しいのでぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ジョンヌちゃん、はい、運び屋役の梅原雄一郎です。そうですね、本当にとにかくスタイリッシュで、映像がかっこいいものになっていると思います。そしていろんなキャラクターが出てきて、世界設定などがまだこう少しずつ明かされていくので、そこなどをこう考察しながら、見てみても面白いんじゃないかなと思っております。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ小高さんお願いします。はい、そうですね、まあ、今のご時世簡単に炎上したりいろんなことでこう正義感を振り回す奴らが多い中、悪玉が足りないと。このご時世には悪玉が足りない。もうそういう縛りとか全く無視でこう自由に暴走する7人の悪玉たちの生き様をぜひ見てほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあ監督お願いします。はい、シナリオもすごいこだわってますし、映像とかまあキャラクターの造形も頑張って作っていってますので、ぜひ7月の放送を待っててほしいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ富永さんお願いします。はい、そうですね、まあ、さっきも申し上げた通りですけど、かなり高い目標を自分たちに課して始めてしまって、まあ、本当にスタッフの皆さんに苦労をかけて頑張って今作ってるんですが、まあ、その分面白くなってるなっていう実感もありますし、まあ、スタッフキャストの皆さんの苦労に答えられるような出来上がりにはなっていると思いますので、あのぜひ楽しみにしてもらえれば嬉しいなと思います。ありがとうございます。うん、では黒沢さんお願いいたします。はい、一般人役の黒沢智代です。本当にアフレコ現場もとっても先輩たちが優しくしてくださっていて、よくなく伝わったら申し訳ないんですけど、悪玉にふさわしい先輩方が勢ぞろい5回していて、あのまだこう発表されてない他のサブキャラクターだったりとか、もしかしたらメインキャラクターなんじゃないかっていうぐらいかっこいいキャラクターも他にたくさんいらっしゃって、その監督、あのそのキャストさんたちもとってもこうどっかりどっしりドカーンって構えてですね、あのバシバシやっておりますので伝わるかな。ぜひ7月の放送を楽しみにしていてくださったらいいなと思います。それではですね、あのこの後にもう一度今のお話を踏まえた上で PV を見ていただいてお別れにしましょう。さようなら。
悪玉ドライブ2020年7月放送開始。